特にあれですよね、仮想通貨関連でアメリカユーザーを決心していくって動きがもうかなり顕著だよなって。中国系でなくてもアメリカの取引所なんかそこら辺でも特に全トークンを規制じゃなくて。はい、2019年6月16日本日ピックアップしたニュースの紹介。まずはロシアの格付け会社アトンがテレグラムトークンの総供給量が約50億でインフレ率が 2% に設定し、総供給量が35年以内に100億まで増加すると明らかにしていますよと。これほっとかいっていう話なんですけど、この場合で言うとテレグラムトークンのグラムがとりあえずリクレットでトークンセールを行っていることなんですけど、これ供給量なんかは別に何自分たちのさじ加減で何とでも制御できるから、増やしたくなら極端に言うと途中で増やすでしょうね。ただこれはライトコインしかり、バイナンスしかり、ビットコインだってそうで、全体的には供給量なんか絶対絞って、要は希少価値を高めるプレミア感を出す意味でiPhone なんかと一緒ですよね。最初から大量に販売しないという方針のはずだから、多分これ供給量はもっと絞っていくんじゃないかな。トークン自体よりこのメインネットとかそこら辺のあれですよね、技術関連の方が興味ありますよね。どんな感じになっていくかのかっていうのが。とにもかくにも本当こうやって噂は出てくるけど、ロシアの方の一部のメディアぐらいで報道されるだけで、ブルームバーグとかロイターだって完全にすっぱ抜いたり、ウォールストリートジャーナルとかそのあたりでも完全に抜けるわけじゃないか。本当やっぱあれですよね、仮想通貨プロジェクトの中ではあの存在感とか ICO 価格とかはめっちゃ高くてほぼトップに近いんですけど、情報に関しては謎の部分が多いですよね。あの噂先行しとるっていうか、それだから興味があるってまたジキルとハイドクが出てくるんですけど、とにもかく今あれですよね、本当リクエストとかでトークンセールしてメインネットとかそこら辺バンバンリリースしてって、本当実態が明らかになってからですよねーっていうところで。はい、次。またこれ堂々巡りだけど、やっぱこれ世界的にこのハイプラ関連はなっていくよなーっていうのが、経済産業省がプラスチックのレジ袋について来年の4月からでも有料化をしていく方針ですよ。そうだな、なっていくわな。だいたい今なんかでも別にこの何エコーを歌ったりしとるわけじゃないけど、コンビニとか含めてやっぱあそこら辺のレジ袋とか箸とかあのおしぼりとか、特に日本とかってあのサービスが供給硬すぎますよね。あの頼んでもないのにボン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 くれるもんで、例えば一人でプリン3つぐらい買って自分で食べるって分かっとるんだけど、スプーン3つぐらいくれたり、もう何あのコミッションさせて喋るのめんどくさいで何も言わんですけど、そこら辺あれですよね、選択システムも QR とかそのあたりで選んでけるっていうの、スマホ操作とか、そんな風になってくるとあれだな、コミッションの自分にとってはありがたいんだけど、あの言うのがめんどくさいっていうところで、と同時にこのハイプラを置き換える代替材料っていうのが、これは本当あれですよね、あのマテリアル再生として非常に個人的には注目してるんですけど、要は生態系に危害を加える可能性が高いからプラをやめたいんだけど、あのプラをやめていくと結局コストがかかるもんで、そこら辺も抑えたいということで、じゃあ生態系にできるだけ悪影響が少なくてかつコストがかからないマテリアルならいいじゃんっていう話だから、それが何なのかっていうのがなかなかあれですよね、結論が出るんですよね。 3D プリンターで再利用していくとか、そこら辺なんかなー、かといって 3D プリンターが全世界各企業とか施設に全部が全部備え付けられてるわけじゃないですし、とにもかくにもハイプラを捨てていくっていう方がデメリットがでかくなったから行っとるわけであって、そのデメリットを上回るメリットがあればいいっていうところで、やっぱそのあれですよね、再生代替になっていくハイプラ以外のマテリアルっていうのは非常に注目していますよというところで。はい、次。またほんとオストロケモン作っとるよなぁというか、ロシアでの水中ロボット、ハープシコードがアルゴリズムテストに合格しましたよと。テストはルービン海洋局 CDB によって行われたのことで、ここら辺はねえねえ、何に使っていくんでしょうか、ねえねえねえってとこですよね。にしてもここは本当に空から陸から海水中含めて本当に、まあ、兵器って言ったらあれか。防衛手段でもあるもんな。とにもかくにもこれの本当開発技術が非常に優れとるよな。それは本当に世界の各国そういうことしたいとか守りたいとか、ねえ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 っていう国があれですよね、ロシアさんから買い付けますわね、それは売ってください、でもアメリカさんがいやあかんよあかんよあかんよって言って、なあ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 ってなってきますわね。そこら辺のしがらみの関係であれですわね、動いとるところが多いでしょうね。にしても本当に攻撃さえしてくれんとけば、ここら辺のやっぱあれですわね、研究開発だけは本当にどんどん進めてほしいですわね。やっぱ技術の未来を見たいということで、まあ南米行っても本当にジギルとハイド君ばっか心の中にいますけどということで。は
はい、次。昨日に引き続いて類似しますけど、サイドのごとく Facebook が仮想通貨のパートナーを明らかにしていますよ。一応は火曜日に正式発表予定とされているリブラのアソシエーション成立メンバーが下の方に行った写真の通りなんですけど、まあ昨日挙げた通り Visa とか Master とか Uber とか eBay とか Spotify、まあ、その他諸々ほぼあれですね、類似ですわね。一応見積もりとしてこのプロジェクトに関して Facebook が成功したとすると、まあ、100社ぐらいから10億ぐらいは稼ぐと想定されていて、当然この Facebook の仮想通貨ブロックチェーン連合が成功、まあ失敗とまで言わんけど、ある程度の成功ぐらいまでやっぱあれですよね、完全にプラットフォームになってくるという動きでしょうね。まあもともとはこれ遡っていくと1年以上前ぐらいからはこれ完全にブロックチェーンのリサーチなんか初めて計画はしとって、多分もっと前からあるでしょうね。当然そりゃそうだな、自分が見とるぐらいだからザッカーバーグがそんなとこ見てないわけないから、もっともっと先見の目は高いでしょうね。ちょ、噂関連としては2020年の第一四半期には独自コイン投入していくっていう動きもあって、本当にあれですね、その先がどうであれ、あのテレグラムとかそうで、こういうプラットフォームがどっか独自トークンをボンって出してその先を見たいですわね。バイナンスとかよりどっちかいうとカカオとかネイバー、 LINE、ここで言うと Facebook、 Twitter でもあれだな、 YouTube とかでもそうだし、そういう現在あるあのバイナンスみたいな取引所じゃない他のソーシャル系のプラットフォームが出していくとどんなエコノミー環境になっていくのかとか、本当そこが覗きたいよな。あのこれは極端に言うとあれですよね、 Visa とかでもいいですよね、独自でも。どっちかというと仮想通貨から遠い方があれかな、興味本位としてどんな風になっていくのか。あの Uber でもいい、あの Uber コインとかでもいいし、 Spotify コインとか、いやもう勝手に名前はどうでもいいから、そのエコノミー圏内が本当どうなっていくのかっていうのが、あの独自トークンとして単純なポイントシステムなくなるから、権力があるっていう意味で発行者としての信頼性という感じです。その先が本当見たいから、ここら辺のとこなんかこちょ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 言及していく限りというところで、いずれにしろあれですよね、テレグラムも一緒でやっぱりリリースしてからどうなるかですかねというところで、はい、次。これもうほっと完全にアメリカ包囲網ではないけど、みんななんか逃げてっとるよなというのが、仮想通貨取引所のビットレックスがアメリカユーザーを対象にして6月28日以降42種類ほどのアルトコイン追加していきますよと。もうとにもかくにも本当にこれ昨日なくのバイナンスだけでなく、完全にアメリカのユーザーの方を世界的に、まあ特に中国系も多いな、ケッチンじゃないけどサービス停止の方向へ向かっとる流れで、他にはポロニクスだってアメリカユーザー対象にして9銘柄ほどの取引ペア停止するのも発表していて、単純に中国系だけではないよなという動きですもんね。まあアルトコインから当然相場が上がってくるとやっぱりビットコインの方に流れてくるからっていう期待感なのか懸念なのか、それかアメリカ SEC が有価証券として関税に見なしていくのか、そこら辺を先取りして逃げていくっていう流れなのか、全部の憶測のところで自分もはっきりした見解っていうのを述べれるのですけど、いずれにしてもこの本当に逆ファーウェイフォーイモンみたいな、まあ、別に名称はどうでもいいんですけど、本当にアメリカユーザーをとにかく嫌っとるというより何らかの理由によってちょっと関わるのを避けとるような感じにしとるよな、ちょっともう本当に動きが顕著ということで、特にあれですよね、トップに君臨しとると思われるバイナンスあたりがそこら辺までやってくるとか、もう露骨だよなってところで、はい、次。イーサリアムビタリクへの独占インタビュー記事ですよと。まあ本当宇宙人のビタリクらしい普通の感性から飛んだ内容の発言していますけど、特にこれ中国なんかはもちろんイーサリアムコミュニティなんか発展した一方、 EOS なんかもあるし、 WeChat 含めたところの他のモンスターグループなんかもゴロゴロって、マーケットとしてはこれ完全このブロックチェーンとか仮想通貨関連の技術開発に関しては本当にこれ群雄割拠マーケットですよね。どのブロックチェーンプロジェクトに関しても、いや通貨の代わりとしての経済圏の流動性を非常に高速にして、かつトランザクションも同時に高速にしつつ、セキュリティ面をほぼゼロの安全面を保って、さらに異なるトークンなんかのスワップ、要はデジタル方式の交換を可能にしていくというか、そこら辺のところがどのプロジェクトもほぼの狙いとか究極の目標のはずだから、そこら辺があれでしょうね、なかなか全部が全部当然たどり着けてないから開発して面白い部分があるんですけど、要はブロックチェーンを利用して高速トランザクションで安全当たり前、使いやすい、誰でも開発しやすい、そんなところのプラットフォームがゴンゴン乱立していくと、今度ブロックチェーンを超える存在っていうのはまた出てくるでしょうね、当然のごとく。いやブロックチェーンなんかそんなもん手間すぎて遅えやんとか、計算電力めっちゃかかるやんとか、時間かかりすぎとか、そんな風になってくるでしょうね。結局デジタルデータでやり取りしたくて、それが現在でいう国内通貨の代わりになる可能性が非常に高いから、
かつ中央集権を逃れるとか、まあいろいろこういう技術思想、技術妄想、技術の夢、その先っていうのは各それぞれあると思いますけど、そこがたどり着けんから個人的には面白いんだ。だってこれあっさり開発しちゃったらあれですもんね、またその上の存在が欲しくなるから、結局ここら辺の開発技術面で堂々巡りで、ブラックホールの謎が分かってて、もっともっとその先でまた未知なるブラックホールを探したくなるわけだよ。だからここら辺はもう本当止まらんでしょうね、完全に。とにもかくにも本当にこういう対談ではないけどインタビューなんかの話見ると、やっぱ本当中国系は素直に進んでると思うわな。単純にやっぱりでしょうね、手を動かしとる回数が早いですよね。試行回数、あの失敗した回数、成功した回数、繰り返した回数がもう本当それの積み重ねなのとはだよな、でも本当感じる限りというところで、はい、次。もう本当じわじわのバイナンスハックトークンが出てきてるよなというのが、ペックシードリサーチによると、バイナンスのハックされたビットコイン含むいくつかのアドレスがトランジャクションを検出していますよと。 16SMG 小文字で YH 大文字で Y、 それから数字の9で始まるアドレスでは、6月15日の UTC 時間で午前8時54分以降、1000以上ものビットコイン取引なんか始めて、当然あれですよね、ハッカーが、まあ、マネロンって言いますけど、まあ、ロンダリングしていく流れだろうなって、動き出したのが案外早いと見るか遅いと見るかは人それぞれですけど、当然これペックシールドなんかバイナンスとつながっとるのはハッカーなんかも分かっとるから、この戦いがあれですね、こういう時に不謹慎なんだけど、本当ワクワク感が止まらんっていうところで、どこで見つけるか、逃げ切るか、捕まるか、足がつくか、本当にどうでしょう。仮想通貨取引所含めたペックシールドのセキュリティ連合チーム対ハッカー、この場合ハッカーが、まあ、1人ではないと思いますけど、何人なのか何十人なのか、どの組織なのか、国をまたいでるのか、個人の集まりなのか、はたまた取引所の内部におるのか、いやこれ探偵チックに言うと実はバイナンスのボスなのか、いやいやこれあれですよね、推理小説とかにお前読みすぎじゃねえかっていう感じですけど、いや本当それぐらいやっぱあれだな、ジキルとハイド君がもうゴロ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 出てくるけど、やっぱりですね、この解明的に謎っていうのが面白いんでしょうね。テザーとかと一緒にああやってなんかもう分かっちゃうと、ああもうなんか飽きたみたいな感じで、また次の餌探しに行くか、お前どんだけ正解が悪いんやねんって感じなんですけど、ただこれも時間薬なんで、やはりゴックスの例もあるからなんとかなってくでしょうね。コインチェックとかだって時間経てどなんとかそこら辺の手がかりまではたどり着いとるんだから、まあ、いずれにしても本当に解明できない謎を追いかけるのが面白いっていうところで、はい、次。長年にわたって引きこもりを行った人たちへの支援現場を訪ねてみた記事ですよ。これももう同性愛とかそこら辺と一緒で引きこもりもあるんですよね。ネガティブキーワードとして別に捉えんでもいいんじゃないかなと。いや、自分だってこれ引きこもりって非常に引きこもりだもんね。外出るの嫌いだし、時間の無駄だし、人と喋るのコミュニケーションだってめんどくさいし、仕事をしないかんっていう別にあれですもんね。固定概念にとらわれすぎですよね。学校行かなかんとか。働かなかんとか、朝8時から夜5時までどっか行っとらなかんとか、こういうネガティブキーワード余計あれですよね、追い込んじゃうと気にしすぎてマイナスの方へドーンって行っちゃうってことで、学校なんかでもそうですよね。不登校とかでいう言い方あるけど、これも将来的に何不登校が当たり前とか、要はフリーで自宅でも勉強してそっちの方が効果が出て頭良くて、もう東大受かるぐらいに成果出せるのは逆にあれですよね、不登校じゃなくて登校する方がネガティブキーワードになりますもんね。いやお前何学校行っとんのみたいな、逆扱いされるっていう。だからこれも引きこもっとる方が逆に生産効率が高くなると、いや何お前ら会社行っとんのとか通勤しとんのとか、逆キーワードにされるでしょうね。だからあんまり他人と違うとか自分だけがとか、別にこれは考慮しんでもいいんじゃないかなね。こんなの会社にとって別にお金がありゃいいっていう問題でもないし、周りの人間関係が付き合いがあればいいっていう問題もないから、あんまそこまでなんか固定概念に縛られる必要ないんじゃないかなって。この技術なんかが進んできて、要は効率の良さってどんどん変わっとるから、だってフリーの人だって言い換われあれだとね、反引きこもりみたいなもんですもんね。全員が全員そんなアウトドア気質じゃないんだし、まあ、これ本当に同性愛とかそこら辺含めて、女性は結婚して子供産まなかんとか、あんまそういう固定概念に縛られる必要が逆にイノベーションの邪魔をするような、だから気にせんでいいかなって素直に、まえて自分引きこもりの自分がこうやって言ってみるということで、こんな記事も言及していましたということで、はい、次。ノートルダム大聖堂で火災以来の最初の小さなミサを行いましたよ。土曜日の話で20人から30人ほどの参加として、6月12日の時点でこのノートルダム財団がアメリカドル換算で約1700万ドルほどの寄付を受けていて、さらには4億2000万ドルほどの寄付が
約束されていますよということで、これもあれですね、現状で完璧な原因って出てないですけど、そういうテロとか人間的にマイナスネガティブ要因になるような原因じゃなくてよかったですね。現在のところはもちろんわからないです、出てくる可能性はあるかもしれんですけど、少なくともそこら辺の劣化とか電気系統とか、どっちかというとヒューマンエラーの延長線上だから、なんとか改善できる見込みはありますもんね。もちろん歴史的な建物だから復興したいという気持ちが高いのは分かりますし、逆にこれが意図的な狙いとか何らかの社会的反政府組織とかそこら辺のあった方がよっぽどですもんね。ダメージでかいですもんね、精神的にも。個人的には本当にそういうテロ関連とかじゃなくて現状良かったという感じで、出てこない可能性はゼロではないですけど限りなく低いだろうなというところで、はい次、こういうビッグデータ公開はいいよなというのは、韓国情報振興院 NIA が韓国語の音声や会話に関する250万以上の AI 学習データを公開すると発表していますよ。公開していくデータに関しては韓国人の感情や映像情報に韓国語の自然な発声情報を含んでいて、感情や状況、会話の内容を含んでいる複合の映像データや自然的な韓国語会話の音声データ、さらに韓国語のチャットボット会話やシナリオデータ、そして韓国語の機械読みデータなどですよと。で、これに関しては NIA が運営する下の方にリンクがあるんですけど、AI ハブの www.aihubhub ですね。.or.kr で簡単な会員登録でダウンロードして使用できますよということで。こんな感じにあれですよね。本当に AI なんかが集めたビッグデータなんかも公開していくとどんどんあれですよね。横展開、透明化できて、共有、オープンソースで開発していけるような。本当なんとかあれですよね。AI とかによってこの音声の言語学習をしなくてもある程度の意思疎通できるぐらいの何らかのあれですよね。デバイス技術なりの開発に至りたいですよね。その言語学習の時間をショートカットだけでできるだけでもめっちゃでかいっていうことで、もちろん文化を学ぶっていう意味ではまた別だからゼロの学習ではあかんですけど、でも面白いですよね。こうやっていろんな生まれたとこから言語が分かれてたのを技術開発によって言語をまた一つにまとめようとする、間接的に動きになっとるんだから、少なくとも Google 含めた音声翻訳なんか行っとるとか全てあれですもんね。意図しなくても間接的にそんな感じになっていますからというところで、はい次、モレミアムがアイスランドの金融当局から子会社のモレミアムEMI EHF 通じて電子マネー発行するライセンスを取得しましたよ。このフルライセンスはヨーロッパの電子マネー規制の下で発行されたブロックチェーンプラットフォーム上の電子マネー、そして世界最大の経済圏 EEA で有効でありますよと。これ地味なんだけどかなりでかいですわね。当局から完全に発行権、特にフルライセンスを取得したってことだから、それだけ一応権威ある団体として、この場合団体と言いますけど認められたっていう証ですから、ポイント制度だって結局あれですもんね。何らかの電子マネーを発行していく団体として認められてるのと一緒だから、本当に経済圏がどんどん広がってきますわね。これで完全に結果的に表面には出てないけど水面下ではもうお金を吸っとるようなもんですもんね。完全に国内通貨換算の価値は少なくても 0.1 以上にはなるから、本当何らかのブロックチェーン利用した電子マネー発行者がこうやってどん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 増えていくとどんな感じの未来になっていくのか、本当あれですかね。金融エコノミー圏内の想像数として面白いよな。はい、ということで次はオラス。韓国 SK テレコムが水曜日にフィンランドのノキアと 5G ネットワークと 6G 技術の開発に関する MOU 締結して、翌日木曜日ですね、スウェーデンのエリクソンが韓国ムンジェイン大統領が訪問するのに間に合うようネットワークビジネスに関する共同作業を強化するための署名もしていますよと。韓国はあれです特にヨーロッパ圏内ボスが訪れとってこれ本当仲がいいんだろうな、ね、もう当然やっぱこれ中国に追いつけの姿勢だから、もうすでに 5G の先の 6G までもう完全視野に入れとるってことですもんね。一応は開発初期段階なんですけど、 6G に関しては 5G より当然高いデータ転送速度にネット速度を提供し全世界カバーすることを目的としていますよとのことで、ここまで行くってことはある程度 5G 関連に関してそこそこの目では立っとるんですかね。と同時に 6G に関する何らかのあれですかね、技術の手がかりも掴んどるんかなって。 6G 手掛けとるところでは世界のテレコムでも本当一部ですもんね。自分が知らんっていうのもありますけど、にしても本当この通信も、もう当然衛星からやっていくっていうのは明らかだから、本当世界的なテレコム、日本でいうとソフトバンク、韓国でいうと今回は SK で、当然衛星関連はイーロンマスクも行ってますし、本当に高速回線、ネットの運行にあやかれる、もうどこでもという感じになっていくでしょうね。
多分数年後ぐらいだと思いますけど、はい、ということでそんな感じで来ましたけど、まあ、細かいところでレジ袋のハイプラ関連を有楽化にしていくとかね、まあまあ世界的な当たり前のところありますけど、特にあれですよね、仮想通貨関連でアメリカユーザーを欠勤していくっていう動きがもうかなり顕著だよな。中国系でなくてもアメリカの取引所なんかそこら辺でも特に全トークンを規制じゃなくてアルトコインの方からじわじわいって、その SEC の証券化とかそこら辺の先読みした懸念に対する先手を打っていく将棋でいうと先の先を読んで打つっていうような動きが一番の原因で、それ以外何なんだろうというところで個人的にはようわからんというところなんですけど、ただ理由はどうであれ本当にそこら辺の動きはもうかなりかなりかなり顕著になっとるよな。そこら辺と並行するわけじゃないけど、バイナンスのハックしたビットコインの動きもちょくちょくと追跡関連が出てって、どうでしょうかね、どこら辺で足がつくのか、そのまま逃げ切るのか、もちろん多少の足はつくと思うんですけどね、こんだけ追跡できるシステムのブロックチェーンだから。逆にそれをこれだけ振り切った、まあ振り切ったとあえて言いますけど、コインチェックとかあそこら辺の関連って何なんだろうな、ね、このシステムの謎が解けんよな。本当に攻める方が守る方より強いハックシステム、特に仮想通貨関連顕著で、まあ他の技術関連も当てはまりますけど、さらにはブロックチェーンなんてオープンソースにして透明化で追跡できるシステムのくせに、なかなかこの手のハック関連を捕まえきれん、要は追跡してたどり着いてどうのこうのまで至れんってことだね。途中の経過までは行くんだけど、最後の最後の詰めがなかなかっていう、そこら辺のシステムの理屈が何なんだろうなと。逆にハッカーの方がそこら辺の理屈を分かっとるんだろうな。でもハッカーだけ分かっとる理屈が、守る方ディフェンダーが分からんっていうのなんか不思議だよなと。ほんとそこら辺がなんか全然解明できなくて、お前の頭が悪いんじゃねえかと言われそうですけど、まあそんな感じでいつものごとくニュースの少なかった日曜日、特に即時性のあるニュースはないということで、はい、じゃあそんな感じ、以上2019年6月16日本日ピックアップしたニュースの紹介でした。そんな感じで終わり。ハックとアタッカーと同じぐらいテレグラムとフェイスブックもなかなか謎ですね。